しもし、ママと代わって。リリーから。リリー今どこ？あ、ママ。パパに代わってちょうだい。ダメ、今すごいスピードで走ってるから。痛い。リリー。誰の声？そこで誰が喋ってるの？ここにいない人、山で花火を待ってるの。花火？花火って何？パパ、パパ、ほらあそこ。よっしゃ、やないぞリリー。電話代わって。はい。ケントを見つけた。ジャクソン、今すぐ私の子供を返して。いいか、お前は船を守れ。パパは海賊と話をしてくるからね。わかった。学校も、チームも、人種も、国も、官官も、プレッシャーも、教徒も、イスラム教徒も、ラスタ教徒も、みんなチャリー、愛は一つになるのだ。チャリー、ジャクソン。そうそうそう、何してんだ、死んだかと思った。宇宙船はどこ、どこにある？無理だ、今からじゃあそこまでは行けないよ。飛行機がある、一緒に行こう。ただし今すぐにだ。飛べ鳥たち、飛べ。 あんたの子か？なあ、地図はどこにあるんだよ。生放送ならではのトラブルが発生。放送はどうでもいいから教えてくれ。地図はどこだ？乱入した。どこ？キャンピングか。そこのどこだよ。だからマップコーナーだよ。陰謀説関係の棚、アルファベット順に並べてある。そこのロズウェルト、マリリン・モンローの間。始まった。一緒に行かないのか。綺麗だからここで見てくよ。無事でな。本日をもってアメリカ合衆国はこの世から姿を消す。そして明日には人類が滅亡する。銀河から三週間が見えることだろう。小さな煙の一吹として、どうなってんだ。もう30分だぞ。本当にめちゃくちゃな男だな。やめて、ゴード。もう一回電話貸して。なんでもない、なんでもないよ。みんな、俺、鳥肌総立ちだ。みんなここにいればよかったのにな。ベイビー
ってゴードン、何か見える。パパ、どこに行くの？中国。でかい飛行機がいる。